て、はい、でそれでユニックでついてるユニックというかクレーンで吊るせるように紐をつけて、はいはい、でこれを下を通して上に持ってくる。それをこうやってやれば水揚げでこういうやつね。そこだの加害でやってもらえば助かる。じゃあちょっと全員まとまった方がいいですね。ちょっとちゃんと間びっくり分かる分けるっていう3年って言ったったからさ、だから話すほんでそう分かれなくていいんだばみんなあっちゃいてもいいし、おい片っ端がやってくるな、多分こっちで使いづらいから。あと、カバーミキサー、カバーミキサー、はい、貼ったら、はい、あれでねえのか、ここあれなんか、ケンツの気温が上がったとこでね、この一番最後のところから目が出てくる、その下は違いでしょ。頼む、トラックがあるのはびっくりするね。そことかブロックもさ、もう堤防が、ね、危なかったね、なんか、へぇー、2人だったら通りくらいだよ。ちょっとちっちゃいですね、これ幼魚しかいないですね。あとウニとかはウニはね、あウニありました。ウニはあった、アワビ見てないですね。ウニ人で前やったらくっついてるもの、でもサイズは、まあそのブロックさんはウニはついてるよね、大きくないな。偉いっていう。